音階の練習です。Gクレフ、ドン記号ですね。これソの音を示しています。そうですね、一個一個数えるのもいいんですが、間に合わない場合もあります。あらかじめこう、例えばソシレとか覚えてきます。ソシレの上は本当はファですよね。ファシャープになりますけど、この場合はで、ソシレと言います。で、ミファソ、ね、ソラシドレミファソですね。それで音階を表しています。アルトサックスなので、実際の音はちょっとピアノとは違う音になります。それではアルトサックス3年生小学生お送りします。リックンです。1,2,3,4 だから、これね、音楽大学で間違えしています。 1,2,3,4 ソーラーシ、1,2,3,4 1,2,3,4。もうちょっといい音にしようか。ね、集中するとできるよ。力抜いて、肩上がんないようにね、しっかり。息全部吐いて、しっかり吐いて。一回一回吸います。ね、お腹で吸いますね。あるいは、脇腹で吸うと思ってます。はい、行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォン。今よくできたね。そういう風にして、この朝練ですね。朝練をやっています。朝練作戦法ですね。毎日の基礎練習30分。岡村先生です。非常に勉強になります。どうもありがとう。ご質問でした。